中山5レース本馬場入場です。第5競争出走各馬入場です。中山第5レースはメイクデビュー中山2歳新馬戦、芝の 1800m14 頭で争われます。1番フェザーモチーフ、ハーツクライサンク48km、菅原明55km、2番鋼ルーラーシップサンク450km、石川由紀人55km、3番バンナチュールバンセンヌサンク456km、津村明秀55km、4番当選アウローラマクマホンサンク452km、丹内雄二55km、5番エナジーポコアポコビーチパトロールサンク460km、松本博樹53km、6番サボーナキズナサンク514km、 池添健一55km、 7番トップガンノベリスト3区430km、 横山龍斗53km、 8番シュマンドロワモーリス3区458km、 岩田康成55km、 9番グランダルメシビルウォー3区472km、 松岡雅美54km、10番セブンマジシャンジャストウェイの3区474km、 西村敦也55km、 11番ウィンフルティアラノベリスト3区422km、 戸崎啓太54km、 12番マイプレイスエイシンフラッシュ3区446km、 鮫島克馬54km、13番ピーターサイトワンアンドオンリーサンク454km、 福永雄一55km、 そして14番フォーサイドナイン佐藤ダイヤモンドサンク472km、 松山光平55km の騎乗です。以上の14頭立て、中山第5競走メイクデビュー中山2歳新馬戦、発走までもうしばらくお待ちください。競馬第5競争メイクデビュー中山2歳新馬戦、芝の 1800m14 頭で争われます。正面スタンド前からのスタートです。枠入り順調、12番マイプレイスがゲートに向かいます。最後14番フォーサイドナイン、1番走14番ゲート、さあ促されてゲートへと向かいます。フォーサイドナインが収まって14頭全馬ゲートの中スタートしました。おっと9番のグランダルメが出遅れました。11番ウィンクルティアラ後方、さあ先行争い、まずは8番シュマンドロアが先頭に立ちます。リードを1馬身取りますが各馬殺到、10番セブンマジシャンが並んでいって、さらには12番のマイプレイス横に広がって1コーナーのカーブです。さあ花に立ったのは8番のシュマンドロア、リードは1馬身、2番手10番セブンマジシャン1馬身差、ここは固まって外から14番フォーサイドナインがスーッと2番手に接近していきます。2コーナー、それから1馬身半内4番当選アウローラ、その並ぶ12番のマイプレイス、それから2馬身離れました、ここは3頭です。外に6番サボーナ、内から3番の
バンナチュールが並んで向こう正面間からその外から上がっていく13番ピーターサイト、それから2馬身内は1番のフェザーモチーフ、中段のインコース外に7番のトップガンが並んで今ちょっと下がりました。代わって内から上がる5番のエナジーポコアポコ、後方の3番手2番の鋼、それから2馬身から3馬身11番ウィンクルティアが行って最高峰9番グランダルネ、 1000m は62秒5で通過。3コーナーのカーブを回ります。逃げる8番のシュマンドロワ、リードは4分の3から半馬身残り600を通過。10番セブンマジシャンが2番手1馬身差、外からピーターサイトが差を詰めて、いや14番のフォーサイドナインが差を詰めて4コーナーのカーブ、内には4番の当選アウローラ、それにマイプレイスが接近、その後ろが13番ピーターサイト。第4コーナーをカーブ、これから直線へ、さあ先頭変わってセブンマジシャン、外から14番フォーサイドナイン、この2頭の抜けていく、そしてその内からは4番の当選アウローラが接近、坂を駆け上がって、さあ先頭は10番セブンマジシャン、突き放して2馬身のリード、4番当選アウローラ2番手に上がる、3番手フォーサイドナイン、先頭10番セブンマジシャンゴールイン、新馬勝ちです。2番手4番当選アウローラ、3番手14番フォーサイドナイン、中山第5競走メイクデビュー中山2歳新馬戦、デビュー戦を勝利で飾ったのは10番セブンマジシャンです。勝ち時計1分50秒0、上がり4ハロン47秒5、3ハロン35秒0でした。芝の 1800m で争われましたメイクデビュー中山、10番セブンマジシャン2番手追走から直線鮮やかに抜け切っています。2番手が4番当選アウローラ、3番手14番フォーサイドナイン、セブンマジシャン、ジャスタウェイの3区、鞍上西村敦也騎手です。最後は3馬身から4馬身近いリード、4番当選アウローラ2番手、正面の掲示板1着10番セブンマジシャン、2着4番当選アウローラ、3着14番フォーサイドナイン、4着8番シュマンドロア、5着6番サボーナです。確定までお待ちください。中山5レース芝 1800m の新馬戦、ここは好位につけていた各馬が上位を占めてという結果になりました。勝ちましたのは10番のセブンマジシャン、ジャスタウェイの3区。お母さんのハピネスダンサーはここ中山の地ではミモザ賞の勝利がある馬で、その母がクロノロジストということで、クロノジェネシスやノームコアが近親にいる良血でもありました。このあたりから抜け出して最後は勝利、2着は内をつきました4番当選アウローラ、3着14番のフォーサイドナイン、10番4番14番3番人気4番人気5番人気です。単勝10番 6.2 倍、枠連36 10.0 倍、馬連4番10番 26.5 倍、馬単10番4番 53.1 倍、三連複4番10番14番 66.9 倍、三連単10番4番14番 411.6 倍です。確定までお待ちください。